皆さんこんにちは、経営コンサルタントの中野です。今日も中野先生の仮想通貨投資教室を始めていきたいと思います。2023年12月31日日曜日、仮想通貨草コイン中野研究会。いやー、早いものでですね、今年ももう終わってしまいました。もうね、もう少しで夜のね19時ですね。今18時57分です。で、先ほどね、食品スーパーのライフに行ってですね、おせち料理とかね、お寿司とかね、買ってきました。はい、今日の大晦日と大晦日ね、紅白歌合戦見ながらね食べると、あとは明日のお正月ですね、おせち料理も買ってきました。まあパッと開けてね、パッと食べられるっていう感じでね買ってきました。はい、いつもねお雑煮作ったりするんだけど、ちょっとねキッチンがねゴミ屋敷になってしまいましてね、使えない状況になっちゃってるんで、年明けたらすぐにね掃除してしたいと思います。はい、昨日からっていうか、もう一年中掃除してるんだけど、45リットルのさ、ビニール袋を1日1個出るんだよね。なんでかなっていうぐらい、なんか毎日ゴミが出てね、毎日毎日ゴミ掃除してんだけど、追いつかないんだよね。段ボールとか山になっちゃってるし、どうしたらいいかわからないと。そういう状況でですね、介護がね、あってね、辛いですね。で、今日はね、今年1年を振り返ってということで、だらだらとね、いろいろお話をしていきたいなと思うんですけども、FX についてはですね、上がって下がったって感じでしたね。これ月足ですけども。そうですね、こうやって上がって下がったって感じですかね。下がったのは最後の2ヶ月間ですもんね。11、12、だから9、8、7、6、5、4、3、2、1、これが1月ですね。1月が大陽線出てますね。1月上がるんですよね。 1月からずっと上がっていってって感じなんでね。だからこうやって上がっていくんですよね、何もね。世界中のほとんどの人は下がるでしょうと、ダブルトップなんてね。ダブルトップもかなり高いですよね。151円ですもんね。で、ダブルトップなんでね、こう下がっていくだろうと。見てるし、誰でもそう見るよね、これね。しかし、違うんですよね。上がっていくんですよ。で、来年はね、フランスのパリのオリンピックがあるんでね。で、ここが、前回のオリンピックが3年前ですからね。だから、1年ずらしちゃったからね。で、今回3年しか空いたかないで、始まりますからね、夏のオリンピックはね。冬のオリンピックなんて、まだ1年しか空いてないもんね。ここが東京オリンピックだったんですよね。
で、これが北京の冬季オリンピックですね。北京オリンピック。なので、パリのオリンピックまで上がってね。で、まあ、横横ですね。横横決めて、ずっと上がっていっちゃいますね。だからまあ、今、ロングで出るといいと思いますね。で、見てわかる通り、このドル円って75移動平均線がこう極めて重要なんですね。これだと、水色の線ですね。週足ですけれども、まあ、これがオリンピックですね。これ、東京オリンピック、北京オリンピックなんですけども。で、1、2、3と。ね、3行くんですよね。で、落ちるとこも落ちる。で、75移動平均線。で、1、2、3と。で、こう、来たと。ダブルトップ来たと。まあ、そうですね。まあ、ここまで落ちるかもしれないですね、本当は。120日移動平均線ね、これね。これ200ですけどもね。これ75ですね。ブアですね。まあちょっと年明け様子見ないといけないですね。どうなるか。落ちてきたら、まあショート入れて、120に来るまでショート入れて、ここで決済してロングですね。まあどのみち、損切り入れとけば全然怖くないんでね。損切り入れとけば、あと勝率だけになってくるんでね。損切りできないと、株も FX もね、ビジネス全般、人生には勝てないですね。人生すなわちそれ全てギャンブルですからね、これね。自分の決断が合ってるか合ってないかなんか誰にも分かんないんだし、未来を見通した人なんていうのはほとんどいないしね。地震発生、やったやった、当てた当てた当てたっつって、たまたまね、一緒で一回だけ当てただけでね。じゃあ2個3個って、次はいつ起きんの、次はって、当たんないでしょ。ノストラダムスだって当たんねえんだからさ。だから未来を見通せる人なんていないんですよね、本当はね。たまたま1個当たっただけなんですよね。それで、まあ、だから月足で見て、週足トレードですね。よく見ればいいですよね。よく見ていけば大丈夫です。で、冷やし。まあ、冷やしだと全く分かんないでしょ、これじゃあ。だまあ、週足ですね。月足見て、ああ、どうなのか、止まんのか、止まんないのか、随分上行ったなと。こんだけ上行ったらやっぱ上なんですよね。なんか上探ってるんですよね、これね。で、上に行くタイミングを見計らうために週足見て。まあ、分かんないですね、もう4時間足とか1時間足見てて分かんない。頭を抑えられて下ストーンと落ちるっていうのが分かるだけで、分かんないですね、これね。いつ上がるのかね。まあ多分今ですね、これ。まあ、前回ね、ここで当たったかと思ったら少し空いてますね、これね。2週間前当たったかと思ったら、どこぴったりくっつきましたね。だから上でしょうね。じゃあその前はつったら、まあ全然こうついてないし、まあここもちょっと空いてるんですよね。ちょっと空いてるし、ここもまあちょっと空いてるんですよね。だから
ちょこちょこ入ってるんですけど、まあ一応狭めるとまあついてるような感じしますね、これね、ここもね、うん、だからまあ一応ここもついてと、ついてガッチリつかないダメですよ、ガッチリついてふりしちゃダメですよ、ガッチリぴったんこガッチリついたらガッチガチだよ、ガッチガチで、そうですね、だからまあ正月明けてね、まあ一応ご祝儀と、ご祝儀があるんでね、やっぱり上でしょうね、上行って下がるけどやっぱ上でしょうね。でまあ来年はね、世界中の大統領選挙がありますから、世界200カ国ぐらい、200カ国じゃないか、100カ国ぐらいが選挙ありますからね、だいぶ変わってくるかもしれないですね。うん、でまあアメリカ大統領選挙もあるんでね、まあバイデンなのかトランプなのかわかんないですけど、まあバイデンだったらこの上ですね、トランプだと下がんないですよね、トランプだと、まあ、この辺から、まあ、この辺の222円つってるけど、まあ、そこから横横なんですよね、横横なんですよ、うん、いい時代ですよ横横っていうのは、とりあえず上行ったら下、下行ったら上でね、取りやすいんですよこれね、うん、しかも、まあ、300ピップスぐらいの振幅があるんでね、定期的にこうやって振幅するんで、トランプ大統領の時はみんな大儲けですからね、はい、まあ、トランプさんはここです、 これがトランプ大統領が上になった時上上がったんですけどね、まあ、落ちて横横ですね、これずっとね横横で最後下げてきて、選挙でね下げてきて、バイデンに変わったらウィンって上がってグッグッグッグーですね、すごかったですねこれね、まあこの辺もねやっぱすごいですよね、アベノミクスでねこれね、で一旦下がるからね、アメリカ大統領選挙の時グーッと下がるから、これ思いっきり下がったからね、だからこういうところを狙うんですよね、もう4年に1回とかね、8年に1回しかないからこういうのね、うん、狙って、まあ、トランプ大統領は戦争しなかったからね、うん、まあそれがいいのか悪いのか分かんないですけど、あんまりこう毎年大チャンスがあるってわけじゃないからね、やっぱりね、うん、まあ、こういう横横の時にまあ、ある程度レバレッジ低い目で入れとけば必ず戻ってくるから、必ずもう戻って、そう遠くないうちに戻ってくるんでね、2週間ぐらいでね、である程度利益の乗ったら利確すればいいだけだって、まあ誰でも勝てるんですよこれね、こんなようにこう一方的に上がっちゃって二度と帰ってこないと、ここはこれ76円かこれ、こう東日本大震災の時ね、二度と帰ってきてないでしょこれ、こういう時 S が入れちゃダメですからね、これね、ロングですからね、うん、でこんな高値だから S 入れればね絶対大丈夫だったんです、これ嘘で75移動平均線がまだまだ上がってますからね、これもねやっぱり上なんですよね、うん、上ですね、だいぶ下行っても横横ですからね、これね。一回ガクーンと来ないとね、で横になるからね。うん。まあ、だから222円、大統領選の前ですよね。かなり上がってくる、ガン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 上がってくるんじゃないですかね。うん、ロングで、とにかくロングで解ければ必ず儲かるという時代ですね、来年は。うん、で、2025年7月にね、フィリピンプレートが破壊されて、
大津波が来るみたいですね。日本とフィリピンの間、どこだって感じですけどね。日本とフィリピンの間、地図。フィリピン海ですね、これね。日本とフィリピンの間っつったらこの辺なんだな。ああ、でこれ日本だろ。フィリピンだろこれ。この辺か。この辺か、沖縄で入れるのか、この辺でいいのかな。まあまあ、ひょっとしたら石垣島とか沖縄も入れて、この辺かな。ここで大地震があって、陸地ができるとか言ってるけどね。んで東日本大震災の3倍の津波って言ったから、多分36メートルぐらいね、36、40メートルぐらいかな。津波はフィリピンとか日本とか行くと、まあ、台湾、中国行っちゃうよね。台湾もね。で、日本は3分の1やられるっつってたね。まあ巨大地震だからな。俺地震保険入っとこうかなと思いますけどね。2025年7月ですね。まだ早いか。来年、再来年か。結構やられんじゃないかな、この辺とか。ねえ。まあ、昔から言われてるような、ここら辺。松戸も来るのかな。やだな。ただまあ松戸はね、ちょっと高いんですよね。高い、駅からすごい高いんですよ。つったって20メートル30メートルぐらいしかないですからね、海抜ね。山の上とか住んでれば別ですけどね。あとはタワーマンションとかね、安全ですよね。ただタワーマンションごと倒れることあるからね。ポキンって嫌だね、タワーマンションね。なんか東京タワーとか倒れるとか言ってたね。前世を記憶してる子供たちが、前世とか未来世も見てきた子供がいてね、東京タワーが津波で倒れちゃうって言ってたね。やだね、本当にね、そんなことあったらね。はい、終わりです。で、今年はね、僕は後半戦はあんまりやれなかったんですよね。FX、なぜかというとね、疲れちゃってね、介護に。疲れちゃってさ、なんか心ここにあらずっていうか、自分で生きるのが精一杯になっちゃってね、疲れちゃったんですよね、もうね。いつから疲れてんだろうって感じですね。で、YouTube とか見てると、認知症の介護は誰にもできないよとか言って、やるなとかね、認知症の介護はやっててやっちゃいけないとか言ってて、もう無理だからっつってね、こっちがおかしくなっちゃうからっつって、まあ随分ね元気出るような
動画ですよね。本当にね、赤の他人がある程度手抜く。ある程度ね、手抜かないとね、なかなかできないですからね。愛情込めてね、丁寧にやったところでそれ何になるのって話になっちゃうから、自己満足の世界になっちゃうからね、気をつけないといけないよね。はい、次に仮想通貨見てみようか。まあ仮想通貨もすごいよね、ビットコインがね。まあ600万、一時650万とか言ってたよね。あ、ここか。あ、違う。ん？あ、行ってないのか。ここか。ああ、648万か。あ、600万まで落ちたんだね。買い時ですね、じゃあね。買っときたいですね。ずいぶん上の方まで来たね。この、ここら辺とかのね。3つ目よりはずいぶん上ですね。これ550万ぐらいしかいけなかったのか。600万いってるもんね。650万とかね。最初の価格が680万。ああ、2つ目が740万か。なるほど。で、ここは200万ぐらいか。なるほど。ずいぶん高値圏来てるね、これ。まあ、ビットコイン ETF が承認されるかどうかですけどね。これ承認されなかったら、急速に落ちちゃうね、またね。あ、すっごいね。イーサリアム。イーサリアムは、ちょっと上がってこないね、これね。32万5000円からね。本当に伸びが全然弱いですね、これ。これ結構痛いね、これ。ああ、これ54万いったんだね。あ、ここの時は、11万3000円か。11万3000円、あ、15万5000円か。すごいな。それで、まあ、ソラナがだいぶ上がってる。ソラナすごい、11万4000円になってんじゃん、これ。何がどうなってんの、これ。ああ、こんなもんか。すげえな。で、リップルが88円。で、このカルダナエダが85円と。まあ、ちょっと前までは90円とか言ってましたからね。リップルも90円で。カルダナエダ、呪縛から覚めましたね、これね。リップル追従して、裁判大丈夫だったのかな。体のエーダー、体のエーダーもね、うっかりするとね、これ上がんないかもしれないんで、これ85円、いい時ね320円もあったからね、これね。これ売るべきだったね、これね。320円。まあちょっと下がってもこの辺でもじもじしてたからね、
220円ぐらいでね、売るべきでしたね。これどうなるかな、もっと高く1000円とかいくのかな、本当に。セブン行くって噂があったな。で、同時が12円。同時これもどうなんですかね。うわ、一時すごいね、これ。71円か。すごいね。お、柴犬。あれ、ゼロが二つの、あれ？あ、大丈夫だ。低いままだ。まだまだですね。これもちょっとね、閉じとかないとね。はい。ということでね、まあ、仮想通貨儲かってますね。特にビットコインだね。元気はつらつですね。どうなんすかね。あと草コインもいくつかすごいしね。今回の流れに乗りたいけど、まあ僕は完全に出遅れましたね。もう今から買ってもいいのかっていうとな。まあ一旦ね、一旦ビットコイン ETF が流れてちゃうと思うんだよね、話がね。一旦話が流れて、来年の、そうだな、まず再来年、2025年の1月か2月か3月に承認さ、1年後かな、だから1年流れちゃうと思うんだよね。で、それでほら、財産がね、お金とか預金通帳とか全部流されちゃっても、あの、ブロックチェーンでネット上にね、サーバーとかね、流されちゃってもさ、一応ブロックチェーンだったら、残ってるじゃないですか、絶対に。どっかのコンピューターには。だからそれでまあ、お金として使えるねって話になって、で、やっぱり災害に強い、ピアトゥーピアネットワークのブロックチェーンだと。いうことで、もう絶対広がると思うんだよね。だから、ああいう今回のね、フィリピンプレートで発生するね、巨大地震で、例えば本当に日本の3分の1の人が死んじゃってね、流されちゃって、台湾消滅、中国もやられて、まあもう、フィリピンもやられて、各国のね、中央政府、中央銀行サーバー、あと各銀行のサーバーが全部やられてね、顧客資産が消失してしまったと。でね、フィルムなんかも全部やられてね、ないと。バックアップも全部やられたと。やられちゃうと思うんだよね。その時にどうするのって話になって、しょうがないから国で立て替えて、いつ500万までとか1000万までね、貸し出すとか、まあ上げちゃうとかね。まあそういう制度取ると思うんだけど、1000万じゃ足んねえよ。もちろん足んねえよっていう億万長者がいっぱいいるだろうから、じゃあどうするのって話になるよね。まあ銀行だってさ、ただの紙切れ借りてただけだから、その紙切れなくなっちゃったしね。電子データもないから、金があるかって言ったらないしね。何もないんですよ、銀行なんてね。どうすんのって話になって、どうしようもなんないねって話になるわけですよ。それだったら世界のね、どこでもいいから、一箇所か二箇所ぐらいね、パソコンが動いてれば、すべての人のね、ブロックチェーンが回るだろうから、まあそれで、ね、価値を温存できる、まあ、億万長者が億万長者で、いられるね、仮想通貨っていうのは、俺は流行ると思いますよ。
災害に強いよね。だから今回のフィリピンプレートで、まあ、ビットコインでいいんじゃねとかさ、イーサリアムでいいんじゃねって話あるけど、まあ いくつか使われていくよね。ビットコインサリアム、プルリ、エーダ、モネロとかね、まあ、同時は使われないだろうけどね、同時とか縛りの使われないかもしれないね。はい、来年の抱負なんですけどね、まあ、来年はまあちゃんと FX をやって、まあ同じこと言ったかもしれないね、去年ね、まあちょっと、まあ、最低でも1億円はね作ろうかと思ってます。で最大でまあ 10億円かな、まあ、10億円100億ぐらい作るかな、最低でも1億円作って翌年はね、あの2年目からは日本のね FX 会社に乗り換えて税金 20.1%、 あ、違う違う、 20.5% ぐらいに下げてですね、まあ、あの2億5億10億ぐらいになっていこうかな、1年間でね思ってます。まあ、それであと、まあ、介護もそんなにかからないと思うからね、まあ、東京の方にちょっと広いマンション借りてですね、借りてというか買ってですね、まあ、そこを仕事場にしようかなと思ってます。はい、ちょっとあの家と職場ね、まあ多くして少しでも歩かないとね、太っちゃってしょうがないからですね、まあ歩いて駅まで行ってね、電車に乗ってで少しでも歩くことしないとね、いけないなと思ってます。株とかね FX の取引って歩かないからね、そこが一番良くないよね。 YouTuber もそうかな まあ大体ね、銀座かな、銀座美味しい店多いからね。あと東京駅八重洲口でもいいけどね、汚いんだよね八重洲口ってね。銀座は、まあ、東京駅から有楽町まあね、あと新宿とか渋谷とか行きたくないですね、めんどくさいからね。新幹線通ってないからね、渋谷赤坂六本木行きたくないですね、もう田舎って感じしますね。新宿とか池袋とかね、もう田舎って感じですね。まあ銀座でいいかなって、銀座でいいかなって感じですね。と日本はそうですね、どこ行っても田舎って感じするかな。じゃあ地球はっていうと、まあ、YouTube 見てるとね、やっぱり中国は最先端なビルが建ってるなと思いますね。中国の YouTube 見るとなんかあの他の星に行った感じするよね。景観とかもな、これ見たらきない景観だなっていうところあるからね。中国の YouTube 動画見るといいですよ。最近結構解禁されてるんですよね、中国人のね動画がね。
まあ、あと YouTube もですね、そうだね、まあ、FX の動画は飽きるよね。飽きるから、まあもうちょっと楽しい、まあ仮想通貨もやりながらね、もうちょっと楽しい、まあ、スピリチュアルの話の方がいいかな。エドガー・ケイシーとかね、まあ、他にもいっぱいあるけど、スピリチュアルの話、まあ、僕はもともとスピリチュアルが好きだからね、スピリチュアルの話をもっとね、やっていこうかということと、まあ、車のね、ドライブ動画もやっていきたいし、まあ、そのためのマイクロフォンも買ったしね。あと、1分動画がね、1分ショート動画があるんですけど、なかなか、反応がいいよね。なので、1分動画をね、もう少し極めていきたいなと思ってるんですよ。1日何個か上げてさ。で、格言とかでもいいし、まあ、スピリチュアルでもいいしね。まあ、人間の生き方関係の1分動画をね、1日2、3個上げていきたいなと思ってます。まあ、そのぐらいのペースでね、上げていきたいと思ってます。まあ、FX については、まあ、1日ね、まあ、30万から100万ぐらいかな。100万じゃ少ねえけどね。1日100万で、月20日で2000万か。で、そうすると、1月2000万で、年間で2億4000万しか稼げないもんね。まあ、1日100万じゃ少ないんだけど、まあ、今年はそれでいいかなって思いますね。あ、今年はって来年はか。来年最初のね、年はね。まあ、決して無理をしないで、逆行ったらすぐ切っちゃうと。で、心を入れ替えてやると。で、あと、決して頭に血を上らないようにすると。負けた悔しいじゃなくて、あ、負けた、相場悪い、ちょっと今離れようって感じでね。あ、あれ、切られちゃった、なんでだろう、あ、そうか、台風来てんのか、じゃあ飯食おうとかね。まあそんな感じでいいと思います。また明日にしようとかさ、午後にしようとか、そんな感じでいいと思いますね。皆さんもね、FX なかなかうまくいかねえってね、思ってると思いますけども。まずは損切りですね。損切りができなくて、ずーっと持ってると、何にもできないままね、一日終わっちゃって、結局、損切りすることになるし、損切り、まあ、入れないでやってる人多いと思いますけどね。損切り入れないっていうのは何ですかね。整備をしないで乗ってる車みたいなもんですね。はい、ブレーキ効かないのにアクセル踏めばエンジンかかるじゃんって言ってるようなもんです。いや、だからね、走るよって、進むけど止まれないよって、いいのっつったら、何言ってんの、いいよそれでってね。車っていうのは、止まるから走るんですよ。止まれるから走れるんですよ。FX も損切りをするから儲かるんですよ。わかります？ まあ、物理法則だからね。一つの物理法則だから、自然法則ですよね。ネイチャー法則ですよね。だから、まあ、FX のドラもね、この7年間、自分で分かってるのにやらないんですよね。損切りすればお金残っていくからね。損切りしないからなくなっちゃうんですよ、全部ね。分かっちゃいるけどやめられないんですよね。まあ、それで、たくさん稼いで、まあちょっとね、東京、銀座、上野、上野もね、
上野も汚いんですよね。上野アメ横とかね。ああいうとこ嫌いなんですよね。人いっぱいいるんだけどね。神田は田舎ですね。身震いするほど行きたくないですね。神田はもう影が濃いんですよね。駅のね、田舎ぐささっていうのかな。神田は降りたくないですよ、駅がね。電車から降りたくないですよ。ホームがもう、ちょっと悪霊かかってるんですよね、あそこね。怖いけどね。東京駅もどうでしょうか。東京駅もね、俺、会社があったからね、東京までのうちに会社があったからずっと通ってましたけど、いい思い出ないですよね。もう有楽町の、銀座になんかいい思い出あるのかっつったら、そうそうないけどね。ただ、美味しいですよね、フランス料理はね。他はっつったら、もう何もないよ、本当にもう。品川も何もないしね。恵比寿は少しあるかもしれないけど、ないしね。渋谷は、中学生が行くところだね。安全だよ、渋谷は安全で楽しいところですね。原宿はどうかな。原宿表参道だよね。はい、ということでね、今年1年を簡単に振り返りましたけれども、まあちょっとね、母親の介護で心が折れた、まあ、去年も折れたんですけどね、今年も早々に折れてしまって、FX もね、途中から休み休みになってしまって、皆様には申し訳ないなと思ってたんですけど、まあ最近、まあ大掃除ずっとやってる中でね、まあ心が晴れてきたのでね、来年はまたね、ライブを YouTube、まあ、顔出しながら YouTube ライブやりながら、まあ、プレゼント企画をね、まあ、週に1回はプレゼントやりたいよね。熱くなりたいよね。じゃあ、金曜日までにみんな考えてきてください。でね、短歌とか俳句とかね、またやりましょうね。で、僕もまた、日本一周できるようになりますから、それで世界一周ね。して、メキシコのね、カンクンの、みどりさんとこもね、まあ、来年にはいけるかと思います。それではね、2023年、今年1年ありがとうございました。2024年も1年間よろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。ありがとうね。バイバーイ。